あれや藤井八冠はすぐわかる生成 AI もよく見聞きする言葉だ今年の新語・流行語大賞の候補30語が発表された世代限定の流行もあるようだがこちらは皆の生活に深く関わった五類である感染症の法的位置づけを表す分類の一つ 国は5月、重症化率や致死率が下がったとして新型コロナウイルスを5類に移した行動を制限しないウィズコロナへの転換であり多くの方々が社会を覆う息苦しさから解放されるような心持ちになったはずその点で印象深い意味合いをイメージするための例えとされたのが 同じ5類の季節性インフルエンザであるいつもなら冬に流行するが今年は異例の速さで広まるコロナ禍では予防策の励行で感染拡大を抑えることにもなった反面免疫を持たぬ人が増え現状の流行に至ったようだ県は過去10年間で最も早い注意報を 全域に出している患者の多くが10代以下我が家の高校生もかかり家族で注意したが家庭内感染を防げず筆者を除いて寝込んでしまった五類とはいえやはり気が抜けない新型コロナもまだまだしぶといことを忘れずに起きたい